鷹の花親方が5日目にして初めて、会場のエディオンアリーナ大阪に姿を見せた。午後1時49分に会場入り、町内を移動し、約4分後に相撲協会執行部がいる役員室に入った。役員室では八角理事長、元横綱北斗海、から、ちゃんと出勤するように、と注意を受けた。関係者によると、役員室で着席することなく注意された後に、失礼します、と言い、3分足らずで退出。午後1時59分に車で会場を去った。会場滞在も約10分だった。鷹の花親方は、私から言うことはないです。まあ、挨拶、と説明した。現在、役員待遇委員の同親方は本来、春場所中は毎日、役員室に滞在する必要がある。だが鷹の岩の頭部負傷について、目が離せない、と、4日目まで会場入りしていなかった。協会サイドにも、同様の理由で出勤できないとファクスで2度送信。協会サイドは、欠勤理由にならないとして2度とも出勤を命じていた。鷹の花親方はこの日朝、稽古を指導後、鷹の岩の様子を近くで見るかもしれません、と、出勤をほのめかしていた。ただ、会場を去った時は鷹の岩は取り組み前だった。また、協会との連絡は弁護士に任せているとして、